あの副作用って心の持ちよようでなるんですよあのコロナのワクチンですって言ってあのアメリカの実験でコロナのワクチンですって言って塩水を打った人の2割ぐらいの人が発熱したりするんですよね。あのその結局そのコロナのワクチン自体によるそのあのあの副作用じゃなくてワクチンに副作用があるんじゃないかと思い込んでいる人間がその症状を起こしたりするんですよ。 ちょっと今データ出しますねえっとあの、まあ、産後なので体と調子が悪くなるというのは発生しますそれは確率の問題で発生しますと。でそれが発生したとしても治らない人もい,っぱいいい人もっぱますす以上です要はそのあの昔って子供を産むと10人に1人ぐらい死んだりしてたんですよね。 なので今は割とその医学が発達してたので、子供を産んだことで死なない場合もあるんですけど、それでもその何らかしらの障害が残ったりとか、まあホルモンバーズ崩れたりっていうのは発生するんですよ。で、それはあの原因があるかっていうと、うん、子供が産んだことが原因です。以上です。